元スコか。この時期ならうん、どうかいいよ。やった。じゃあ計画立て空いてる日教え。わあ、楽しみだな。風も穏やかだし、しばらく焚き火なしでも大丈夫そうかな。まずは記念に写真、写真。りんちゃんも撮ろう。え、おお。じゃあ撮るよ。なでしこちゃん、リンも楽し…斉藤が今日めっちゃさ…うん、気をつけ。何ニヤニヤしてるんだ。ん、あ、いや、これから明日の朝までキャンプだと思ったら嬉しくって。まあ気持ちはわかるけど。リンちゃん、今日はいっぱいのんびりしようね。だな。見て、富士山。いい感じに撮れた。ほんとだ！写真で見る富士山も綺麗だね。だな。私も後で撮ろうかな。写真、写真。何撮ろうかな？富士山。なでしこちゃん、相変わらず富士山大好きやね。なでしこの写真フォルダ、富士山だらけになってそうだな。そんなことないよ。それはどうかな。え、結構たくさん。やっぱ撮ってんじゃねえか。冬の日向ぼっこもおつですな。私はこのゆっくり暖かくなってく感じ好きだな。うん、なんだかのんびりするよね。ふうふう、でも風は冷たいね。まあ冬だからな。りんちゃん、真っ青といえば何？急にどうした？空が青いなーって思って。なでしこにとっては何？ブルーハワイ？食べ物か。今日は何読んでるの？モッシーリベンジだな。もし？知らない？モトスコに生息している巨大不明生物。これは、モッシーを探し続けた4人組の物語。ここにそんな生き物が？
都市伝説みたいなもんだけどね。お。そろそろ焚き火しようか。うん、焚き火しよう。あーはー、焚き火あったかいね。煙臭くなるけど、この暖かさには勝てない。鹿。お？鹿。鹿がどうしたって？しりとりしよう、鹿。かなぷん。いい、りんちゃんの負け。夕焼けってどうして夕焼けって言うんだろうね。空が焚き火してるんだよ。おお、りんちゃん素敵ですね。やめろ、恥ずかしくなってきた。日が沈んでくるとキャンプ本番って感じするよね。わからなくもない。楽しいよね。晩ご飯作ったり、晩ご飯食べたり、マシュマロ食べたり。食うことばっかじゃねえか。焚き火ってなんかいいよね。見てると落ち着く。私はね、やる気が湧いてくるんだ。やる気って何の？料理。悪くないね。焚き火に薪足そうか。うん。あ、用意してたの結構使っちゃったね。ほんとだ、いつの間に。暗くなる前に集めておく？そうだね。でも多分なんとか足りると思う。わかった。お。そろそろ夕飯の準備しようか。うん、今日も作るよ、美味しいキャンプご飯。今日作るのはピリ辛スープカレー。まずは鍋ですりつぶしたニンニクと種を取り出した鷹の爪を焦がさないようオリーブオイルで炒めます。次に鷹の爪を取り出して水、コンソメ、一口大に切った野菜を加えて煮込み、柔らかくなってきたらルーを加え、もう少し煮ます。またこの間、卵を半熟に茹でておきます。最後に器に盛った雑穀ご飯にカレーをかけて、あらかじめ素揚げしてきた野菜と水菜、ミニトマト、ローストビーフ、先ほど取り出した鷹の爪と半熟卵を乗せたら出来上がりです。ご飯ができたぞよ。おお、うまそう。
ピリ辛ローストビーフカレーですよ。なでしこって何気に辛いの好きだよな。うちの家族はみんな辛いの大好きなんだ。調味料のハバネロパウダーをキロ買いしてるし。マジか。あれっていろんな料理に使えるんだよね。今度リンちゃんにも分けてあげるよ。遠慮しておこう。それじゃあいただきます。ごちそうさまでした。具沢山で美味しかった。本当？よかった。今度は違うアレンジカレー作ろうかな。なでしこよくメニュー考えつくよね。好きなんだ料理作るの。喜んでもらえたら嬉しいし。そっか。お、お菓子あるけど食べる？また食うのかよ。えひひ。ねえねえ、りんちゃん、お月様って何に見える？月。もう多少はペーソスを聞かせなきゃ。そもそも形じゃなくて模様がどう見えるかでしょ。そうだった。夜はやっぱり秘密結社ブランケット。秘密結社表に出てきすぎだろ。うん、でも寒い中にブランケットってたまらない組み合わせだよね。ちょっとわかる。おお、だいぶ冷え込んできたね。日が落ちると一気に気温下がるからね。それにちょっとトイレ行きたいかも。行ってきなよ。無理無理無理、だってトイレまでの道超暗いんだもん。どうしても行けって言うならリンちゃんついてきて。なんでだよ。そういえば最近自転車使ってないの？原付の免許取ってからはだいぶ使ってないかも。自転車にキャンプ道具積んで運ぶの結構大変だもんね。あれはあれで割と楽しいんだけどね。わかる。私も自転車漕ぐの好き。食後に一杯、何か飲まない？うん、飲む。あ、それで何にする？コーヒー。わかった、ちょっと待ってて。夜になって寝るまでのこの時間なんか好きなんだ。うん、ランタンつけても暗いから本もあんまり読めないんだけど、その分
他のものが見えるっていうかさ。それにこのキャンプ場、天気が良ければ夜でも富士山が見えるでしょう。うん、今日も湖の向こうに。そう、だからなんか好きなんだ。やっぱり綺麗だね、夜の富士山。お、今度はどうした？寝る前にコーヒー飲んじゃった。目が冴えちゃうかも。ああ、スープとかにしとけばよかったな。ううん、大丈夫、私結構ぐっすり寝れるから。何だったんだよ。わびさびってやつじゃよ。違うだろ。じゃあおやすみ。おやすみなさい。そろそろ時間だな。支度しよっか。あ、凛ちゃん、帰る前に一緒に写真撮らない？実はいつもとちょっと違うやつがありまして。え、そうなんだ。それじゃあ撮るよ。どれどれ。おお、いい感じだな。じゃあ帰るか。そうだね。また来たいな。え、なんか言った？なんでもない。また来ようね、りんちゃん。Thank you.